つぼいのつぼです。はい、動物鬼頭天ぷらさんからいただいております。坪井さん、なおちゃん、ナチスドイツが略奪したピカソなど近代芸術の作品1500点およそ100億ユーロと言いますと、日本円にすると、1330億円ですか。これもまあ何、はい、10億ユーロですね。10億ユーロ、およそ10億ユーロ、あ、まあ、何千万円というか、ね、あ、ごめんなさい、10億ユーロ、はい、およそ1330億円、はい。ドイツ南部のミュンヘンで見つかったことが明らかになりました。見つかったのはピカソやシャガール、マティスなどの近代芸術の作品およそ1500点で、ミュンヘン市内のマンションで数十年にわたり保管されていたということで、ドイツの税務局が2011年に脱税容疑で79歳の男が住むマンションを捜索したところ、絵画が見つかったということです。ナチスは近代芸術を大敗芸術として批判の対象にして、父親の、この男性の父親はナチスに支持され、ユダヤ人の収集家などから絵画を略奪していたとのことであります。1330億円もの価値があれば脱税なんて不要だと思うんですが、違うんでしょうかということで、これは詳しくニュースを見ますと、いきさつとしては、はい、2010年にスイスから戻る際に多額の現金を所持していたことから脱税容疑で、捜査に着手したと。なんでこんな金たくさん持ってドイツに入ってきたんやということで、うん、その金の出所はどうやという、例えば商売してこれやるならば、その商売の時の税務的なことをきちんとしてるだろうかとか、いろんなことね、それから持ち込む金額の限度額とか、いろんなこともあるでしょう、はい、それで調べたところ、うんうん、家の中にはものすごい数のですね、マチス、ピカソ、シャガールなどの絵画があったということです。 A69 助さんもね、昨年の年末ジャンボの一等前後賞を合わせたのが6億ですから、その何倍になりますかということですが僕らはやっぱり僕らどんな貧乏しててもですね、はい、あれですよね、この方の言うように6億ぐらいの金は俺だってな、うん、手に入れる可能性はあるんだということは、この宝くじ買っとけばですね、いつか6億ぐらいの金は手にしたるわ、まあ、可能性としてはね、はい、宝くじで可能性は、うん、10億になるとちょっとも僕らはですね、うん、その可能性すらないですね、うん、6億ぐらいやったら手に入れられるぞというね、うん、意気込みがあるんです、はい、僕らの中には意気込みあるか、ね、かすかな希望があるんだ、かすか、まあ、かすかなんだけど声は大きい。そこは1300億円というのはもう立ち打ちできん金額ですよね。ですから、はい、こんだけあるなら脱税線でもということですが、多分これはこの絵画を売ったりしてずっと生活してたらしいです、はい、ひょっとしたらスイスで売ってその金を持って帰ってきたかも分かりませんね、うん、まあ、このお金は税金払うわけにいきませんからね、もともとその出どこは何だいう話になってくるわけで、そういうことでしょうね、売るときに売買でいろんな、例えばね、はい、ことがかかったり税金があったりする、はい、持ち込める金額もある、でも出所が出所ですので必然的に脱税になっちゃうってことですわね。そこからこれが見つかってきたということで、面白いなと思ったのはここで大敗芸術という言葉です。皆さん方も聞いたことはあると思いますけども、ナチスドイツが、はい、こんな芸術はあかんぞと言ってで指定した芸術と、これはいいぞというナチス推奨の芸術と両方あったわけです、はい、でナチスの場合特にそれを言いました、はい、特に言いました。で、例えばどういうことを言っていたというかと言いますと、どういうのが良くてどういうのがダメだって言ってたんですか、はい、まず力強さというもの、はい、いわゆるその未来に希望を持てるような、はい、とかですね、そういう、まあ、具体的に言えばそういうことでしょうけど、はい、それからもっと言うならば、フランツ・マルクという人の青い馬の塔という作品があるんですけども、ヒットラーはそれを見て青い馬なんかおるかと言って、これもあかん芸術になってしまったんですよそうするとピカソの話は分かりますよね。こんな目がこんな格好でついた女がおるのかいって言ってみ、どの女モデルにしたらこんな顔なんじゃと言えばダメな方に入る、ダメな方に入るということで、音楽で言うとワグナーなんかはとってもヒットラーが好きだった、強い感じ、うん、そういう、はい、ですからワグナーの曲流しながらアメリカがザンタラザンザンザッタラザンザって音が、はい、ヘリコプターでダーッと流しながら爆撃するようなシーンありましたでしょ、はいはい、軍事的なこととかなんかいうのはワグナーがよく似合うわけですよ、はい、どの あれになったとしてもね、はい、で日本で言うならばどういうことかというと、いわゆるまあなんて言います、国策に賛同した、そうですね、えー
作品なんかがよくありますよね、はい、でこういうのが時代が去ってみると、うんうん、今度はヒットラーがダメだといったものは今度は脚光、今度は逆に浴びてくるわけです、はい、ヒットラーを否定すればするほど今度はヒットラーに否定された芸術というのがガッと輝いてくると、はい、ですからある意味では芸術家というもののリベラルというのはそういうことなんです。芸術家リベラルの人が多いですよ。ということはいろんな政権によっていろんな弾圧もされるという中で、はい、芸術家は自分の信念を貫いていくと、はい、坪井さんの曲は、うんはい、ヒットラーはもう大敗音楽だというでしょうね何がこれに未来があるんだ。大敗というかもう大概な曲ですからね大概ミュージック失礼いたしました。